どうも、つばたです。今日はね、高校の時の弓道部の先輩呼んで、射撃の勝負をしようと思ってます。まあ高校の時はね、全く叶わなかったんですが、もう彼はもうずっとサボってたんで、僕はもうあれからもう16年間、ずっと射撃の、さっきからね、非常に、うるさい今日は。キャンプだとか、バーベキューだとか、あと日曜日、子供を連れて遊びに来てる親がいっぱいいる。で、俺は言いたい。俺も子供の頃にね、公園に行こうとか言われた親に、絶対行かなかった。で、嫌じゃん、そんなんで ごまかされたら。ね。やっぱ来んのよ、金がねえからみんなこういうとこに。来んだけど、そういうのでごまかされてほしい、子供。だったら俺は友達の家に行ってファミコンやります。って言ってました、親に。というわけで、場所を変えます。じゃあまた。力が出ない。ということで、場所を変えました。ここで、高校の時の弓道部の先輩と、射撃の勝負をします。勝負方法は簡単で、このエアガン、電動エアガンで、向こうに見えますペットボトルを撃ち抜くと。で、当たった方が勝ちっていう、まあ非常にシンプルなもんで。じゃあ始めようと思います。じゃあ、最初にじゃあ僕からやろうと思います。じゃあ3回勝負。じゃあ次、先輩。あれ？あ、俺の勝ちで1回戦目は。じゃあ2回戦目始めます。一発しか当たってない。じゃあ、当たって今。3回戦目、これでラスト。1回しか当たんねえ、はい。今んとこ、俺の勝ちだけどね。あ、当たった。俺の勝ちだね、これ。だって1回目、だって1回しか当たんないよ、これ2回。で2回目は1回1回、次は1回1回、俺の勝ちじゃん。はい。というわけで、今回、スバターの勝利でした。さっきね、俺、子連れのさ、人たちのことをな、馬鹿にしてたじゃん、俺ら。ね。でもさ、日曜日にさ、こんなことやってる俺らの方がよっぽど見下されるべき存在だよね。ということで、また会いましょう。スバターでした。